皆さんこんにちは、くるまなです。ちょっとね、服とか靴とか売ってるお店に今向かってます。ネットで見てたらちょっとね、いいなって思う服があったので、それがね、まだ売り切れてないといいんですけどね。なんかいろいろ靴が並んでるお店に行くのは YouTube では初めてなので、うまく撮れるかわかんないんですけど、っていうか撮らせてもらえるかわかんないんですけど、今から向かいたいと思います。やっぱりこういうのめっちゃ緊張するわ。大丈夫かな。大阪なんですけど、ここは全然人歩いてないです。どこに行くかわかりますか？今回私が買い物に来たのはブランドバイヤーズ大阪です。大阪駅から電車で10分、そこから歩いて5分の場所にある、見ての通り服やスニーカーの買い取りと販売をされているお店です。お店に置いてあるものはもうほぼほぼオンラインショップで見ることができるので、気になっていた服があったので着てみました。まずはスニーカーから見ていきたいと思います。もう私のね、買い物動画なので、私が気になるものばかりを見てます。まずはエアジョーダン1ロー、終端がナイキロゴのバージョンですね。やっぱ UNC カラーめっちゃかっこいいです。でもね、これ多分私のサイズの作りがそもそもないと思うんで残念ですね。続いてハイカットで気になったのがブレッド2、かっこいいですね。で、私は本当にスニーカー収集歴はそんなに長くないので、まあ、こういった見たことがない変わったデザインはやっぱり気になっちゃいます。で、こちらダンクハイコーナーですね。編集してたらこの赤と青のダンクハイ気になりますね。もう見ていただいている方々よりも圧倒的に知らないスニーカーが多すぎるので、ちょっとね、こういうお店いっぱい出かけて私勉強しないといけないなってめっちゃ思いました。お次はダンク SB コーナー、レイカーズカラーめっちゃいいっすね。こうやってダンク SB 見てるんですけど、私去年発覚したことがあって、私の足ハイアーチ甲が高いのでダンク SB の厚端と合わないんですよね。で、ピースマイナス1のエアホースは亀裂が少なかったですよ。これはね、去年からほんまに欲しいんですよ。サイズがなかなかないんで困ってます。で、こちら2019年に発売されたパラコラボ、カラーが可愛いですよね。 SB ダンクの形の方が好きなんですけど、まあ私は履けません。こちらにはトラビスや境コラボのシューズが並んでます。この辺はね、ちょっと高い商品なので、こうやって現品見ながら買えるのはいいですよね。今更なんですが、私が行く前日まで年始の 20% オフのセールをされてたので、在庫がね、めっちゃ少ない状況とおっしゃってました。そんな中ね、私の埋葬はあるのでしょうか。24センチ、まさか。消費税入って、あ、それで27万になる。あ、で、次はアパレルです。いや、1点ずつ物が違うので面白いですよね。アパレルは L サイズが多いイメージでした。いや、スニーカーもアパレルもなんですが、皆さんのね、サイズは置いてると思うので、ほんまにね、羨ましいです。アウターコーナーです。どのアパレルもなんですが、いろんなブランドのね、ものがあって選ぶの面白かったです。で、これが私が見たかったものです。着させてもらいました。こんな感じです。やっぱね、こうやって試着しながら買えるのは本当にありがたいです。
合計で3着アウターを試着させてもらいました。もうね、皆さん何を買ったかご存知ですよね。ほんまにメンズライクの服が好きです。で、最後なんですけど、この辺にはエッセンシャルズの服が置いてあるのと、まあ、パンツが置かれているんですけれど、で、このデニムサイズがちょっと大きかったので買わなかったんですけど、刺繍でね、めっちゃかっこいいですね。夏にね、めっちゃいいと思うんで、誰か買ってください。とりあえず買えました。自分が欲しかったものじゃないものを買いました。男性のサイズはね、いっぱいあってめっちゃ羨ましかったです。セールが終わったばっかりなので在庫が少なかったんですけれども、毎日買い取りやってるらしいんでね、また商品溜まった頃に行ってみたいと思います。ってことで、また買った商品は別日にアップしたいと思います。じゃあねー。